どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、私の動画でね、ほとんど出なくなってしまった、このプリペイドカード、イディアなんですけども、皆さんね、知ってましたかね私もね、最近まで知らなかったんですけども、こちらのイディアのプリペイドカードって、外貨決済手数料かからないんですって。いやね、これね、ツイッターで教えていただいたんですけども、私もね、知らなかったんですよね。ですので、 私がねずっとお勧めさせていただいているこちらのレボリュートありますよねこちらも外貨決済手数料がねほぼかからない、まあ、プリペイドカードっていうふうになっているわけなんですけどもこのね2枚のプリペイドカードは、まあ、両方ともね外貨決済手数料がかからないということで、まあ、本日はねこちらの解説とこのねイデアがですね、まあ、外貨決済手数料かからないっていうふうになりますんでこちらのねお得なチャージ方法もですね合わせてね解説やっていきたいなーなんていうふうに思います それではですね、こちらね、公式サイトっていう風になっておりまして、イデア非常におしゃれなサイトに変わりましたね。まあ、このイデアっていうのはですね、プリペなんですけども、元々のコンセプトっていうのが、まあ、この買わないたいことをね、無理なく貯蓄できる、えー、貯蓄アプリっていう風になっております。昔はね、ちょっとなんか違かった、コンセプト違かったと思うんですけども、まあ、こういった感じでね、 あの、変わったみたいですね。で、手数料無料で入金できて、自動で積み立てができて、年に2%ボーナスがね、もらえるみたいな。まあ、こういった感じのプリペイドカードっていう風になってるんですよね。でですね、私の動画でね、えー、紹介させていただきましたけども、このね、イディアっていうのは、私の動画でね、一番最初に登場した時は、アメックスからね、チャージすることができるんですよね。で、アメックスからチャージできて、またね、ポイント満額で取れた時はね、あったんですよね。ま、あすごいね、短くて、 多分2ヶ月ぐらいしかね、2、3ヶ月かなもうちょっと取れたかな本当にね、短い期間だけポイント満額が取れるで、ね、プリペイドカードっていう風になっておりまして、またね、このイディアっていうのは、先ほどもね、登場したと思うんですけども、このレボリュートにね、チャージすることができるんですよね。ですので、アメックスからポイント満額でチャージ。で、そこからレボリュートにチャージ。で、外貨決済で使うみたいな。まあ、こういったこともね、利用することができた時代があったんですよね。で、今はですね、このレボリュートっていうのは、 クレジットカード、プリペとかからね、チャージしてしまうと、1.7%のチャージ手数料がね、かかるようになってしまいましたので、もうね、このレボリュートにクレジットカードとかプリペとかからね、チャージするっていう選択肢はなくなってしまったんですよね。で、このね、イデアなんですけども、こっちはこっちでですね、イデアの方はね、何も変わってないんですけども、アメックスのクレジットカードからですね、ポイント付与が ゼロになってしまったんですよね。まあ、こちらね、ルートが通っているからゼロになったのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあ多分ね、そこら辺のが、あのー、理由でね、ゼロになってしまったということで、今ね、こちらアメックスからチャージしても、全くポイントがもらえないって言ったがちになってしまったんですよね。 まあ非常にね、それで私はね、残念だと思って、もう使うことないんじゃないかな、なんていうふうに思っておりまして、まあちょっとね、解約しちゃおうかな、みたいな感じでね、思ってたんですけども、まあちょっと先延ばしにして、ずっとね、今まで来てたわけなんですけども、最近になってですね、このね、外貨決済手数料がね、無料だっていうことが分かったんですよね。ということなんで、このね、 イディアっていうのはクレジットカードからチャージすることができる。またね、チャージするときに手数料もかからないっていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、このね、レボリュートに関しては、クレジットカードからね、チャージすると手数料かかるっていう話はしましたよね。ですので、今後の使い分けとしてはですね、このね、イディアに関しては、 チャージしてね、クレジットカード決済したいところで、まあ海外でね、利用していただく。まあそれで外貨決済って数量かかんないんで、これでいいですよね。で、またね、このレボリュートはね、どういった感じで使うかっていうと、レボリュートは現金出金ができますよね。まあ海外の ATM とかで、まあ ATM のね、 手数料っていうのは、まあ、ATM によってね、ちょっと変わって、まあ、無料だったり、有料だったりするんですけども、外貨決済手数料とかね、まあ、そういったものはかからず、あの、出勤手数料とかもね、ATM 側はかかってしまうんですけども、探せば、えー、無料でね、出勤することもできるっていうふうになっておりますんで、今後のね、使い分けとしては、こっちはね、銀行で、えー、銀行等々のね、ATM でお金を出勤するときに、まあ、使うみたいな、まあ、こういった感じでね、使い分けしていただくのがね、おすめっていたがになるんですよね。 ですんでね、イディアね、今回ね、海外国、外国済手数料ね、無料っていう風になりますんで、今後のね、ぜひ皆さんもね、このイディアを発行して、外国ね、旅行する際に利用ね、していただければな、なんていう風に思うんですよね。こちらね、ビザの国際ブランドで外国済手数料無料っていうのはね、非常にびっくりなんですけども、まあ、こういった感じになっておりますし、クレジットカードからね、チャージすることもできるっていう風になりますんで、非常におすすめなんですよね。 じゃあ次にですね、このね、イディアのね、2%のボーナスね、ちょっと気になってる方ね、いらっしゃるかと思いますので、まあ、軽くね、紹介させていただきたいなと思うんですけども、このね、ボーナスとは何ですかっていうね、公式のね、えー、Q&A がね、表示されておりまして、 ボーナスは保有している平均残高に対して最大年間2%相当のポイントを付与するサービスです。付与されたボーナスは決済にご利用いただくことができますが送金に利用することができません。ボーナス付与は当日の入金額の20%を上限しているため一切入金がない場合は当日のボーナス付与はされませんのでご注意ください。その他詳しい説明はこちらをご覧くださいということでこちらに行くとボーナスと あこちらさっきと同じ文言ですね。こちらですね、ボーナスの付与上限ということで、えボーナスは毎月,月の平均座がに対して年間2.0%分付与されます。ただし、過去にボーナスから移行した残高の付与残高を含みません。ボーナス付与は当月の入金額の20%を上限しています。そのため、一切入金がない場合は、平均残高の、えー、付与率を乗じた額よりも入金金額の小さい方が 小さい場合には上限前しか付与されません。平均残高は日時ベースで計算されます。保有残高を100万円を超えた場合はボーナス付与対象外です。ということで、まあこういった感じでね、まあ、よくわかんない説明が書いてあると思うんですけども、まあこちらね、ちょっと私の方でね、図を作らせていただいたんですけども、まあこちらはね、あくまでやりたい人向けっていうふうになっておりまして、 2%ボーナスね、こちら取れるんですけども、まあ2%ボーナスを取り出さないためにやるのがおすすめかっていうと、まあこれね、イディアっていうのは入金することはね、できるんですし、ちゃんとね、2%のボーナスは、まあもらえることはできるんですけども、このね、イディアね、入金したお金ね、あの出金することできないんですよね。ですので、まあここがね、 クリアできる方はね、まあいいのかな、なんていうふうに思うんですよね。まあこちらね、今回30万円で作らせていただきましたけども、まあ、100万円まででやって、毎月1600円とか1500円とかね、そのぐらいもらえる、あの、仕組みも作ることはできるんですけども、まあ、最終的にはこれなんですよね。どんだけボーナスをもらったとしても、最終的にね、こちら30万とかね、こちらのリディアに入れなきゃいけないんですけども、 この入れた金額はね、現金で出金することができないっていう風になりますんで、ま、ここがネックだなぁなんていう風に私はね、思ったりしちゃいますので、こちらね、ポイ活みたいな感じでやる方は、ま、ここら辺のね、あの、入金したお金が、ま、カードで使えてもそれでいいっていう方はね、ま、あいいと思うんですけども、最終的に出金したいっていう人は、ま、やんないでいただきたいなと思います。で、一応ね、このイデアの2%ボーナス獲得方法ということで、ま、ちょっと簡単に作らせていただいたんですけども、 平均残高に対してねこちら2%ということでまずね前提条件をねいくつか作らせていただいてまずねこの30万円を常にキープしていただくんですけども普段の決済をしないっていうのと2%のボーナスを獲得のみを狙っていただきますで常に30万円の残高をキープで毎月2500円の出し入れっていうふうになりますこちらはね前提条件と運用方法っていうふうになっておりまして、まあ、これをやることによって毎月500ポイントのねボーナスがまあもらえるってま いたになりますで、30万円ね、常に入れていて、毎月1日だけですね、2500円を出し入れするっていったになります。そうすると、まあ、平均残高がね、常い30万円っていうふうになりますんで、まあ、これにね、年率2%がもらえるっていうふうになりますんで、30万円の2%で6000円。で、6000円の12ヶ月で500円っていうふうになりますんで、で、2%のボーナス条件、上限は、当月入金額の20%ということで、2500円の20%で500円っていうふうに なりますですので、まあ30万円ね、えー、常にキープしていただいて、えー、2500円、毎月ね。 出し入れしていただくと、毎月500円がね、ボーナスポイントとしてもらえるって言いたがちになります。ですので、30万円はね、常にキープしといていただきたい,い、いけないんですけども、毎月ね、500円がもらえるっていう風になりますんで、年間6000円がね、まあ、これで取れるって言いたがちになります。この2%ボーナス自体がね、終わったとしても、この30万円はね、あの、出勤することができませんのでね、この点を注意してください。まあ、こういった感じで利用していただくと、毎月ね、500円もらえるって言いたがちになります。 なりますで毎月1日にやることということで、えー、このねいろんなものからねこちらチャージしていただいて2500円ですね。 2500円イデアにチャージしていただきます。で、イデアから2500円で出していただきます。その際に、この B4 さんとかね、まあ、イデアと PayPay ペイペイ紐付けてね、2500円使っていただくとかね、まあ、これは方法は何でもいいんですけども、まあ、おすすめとしてはですね、イデアにね、あの、チャージしちゃえば、まあ、2500円かっちりチャージすることができますんで、まあ、簡単なんでね、まあ、B4 さんがね、おす,すめっていただきになります。B4 さんに関しては、概要欄にね、載せておきますんで、このカードはね、あの、無料でね、発行することができますんで、結構おす,すめっていただきます。 形になります。 まあ、こういった感じですね。で、ここのね、チャージルートなんですけども、これはね、ちょっと例で、こういった感じでねえ、書きましたけども、この、イデアのね、チャージっていうのは、先ほど言った通りね、マリオットアメックスから直接チャージしちゃうとえ、ポイント付与対象外っていう風になりますんで、こちらね、チャージルートに関してなんですけども、それがこちらですね、アメックスからイデアのチャージということで、まあ、アメックスからね、直接チャージすることもできます。こういった感じでね。ですけども、還元なしということで、ポイントをね、 対象外になっておりますのでえポイントもらうことができないっていうふうになります。でですすのでチャージする際は キャッシュをねかましていただくと、キャッシュからねイデアチャージすることがね先ほどできましたんで、アメックスキャッシュイデアのね順でチャージしていただければ、こので、ね、チャージした時に0.5%のね還元取れますし、またねキャッシュで0.2%の還元もまあ、取れて0.7%の還元がね取れるって形になります。でこのねイデア外貨決済手数料無料ですんでね、これを海外に持ってってまあ、利用していただくか、まあ先ほどのねまあこちらでね利用していただくか、まあこれはねあのお好みの。 なんですけれどもまあ、こういいいったた感じでね利用していただければなと思いますこちらね外科決済手数料ね普通のクレジットカードでね海外で切ってしまうと、まあ、2%ぐらいねこれカードブランドとねあのカード会社とかにもよるんですけれどもだいたい2%ぐらい取られるっていうふうになりますんでまあ、そう考えるとですねこのね イデアで、決済しててていいいいたただけれればねねこの2%、ね、取られないっていう風にななっっうにににりりまますすでで非常次にですね、ANA のね、カードからもちょっと作ってみたんですけども、ANA の場合はですね、まあ、直接チャージしても1%取れますし、キャッシュ経由してもね、1%取れますんで、まあ、キャッシュを経由すると0.2%取れたりしますんで、まあ、ここはお好みになるわけなんですけども、まあ、決済修行とかですね、ライフタイムソリューションで狙ってる方は、まあ、このルートでね、利用していただくのがおすすめっていただきます。 ににななりりまましたね全く一緒っていう風になりますで、次にですね、このね、t プライ、t カードプライムですね、先日ね、動画解説出させていただきましたけれども、このカードもですね、1.5%還元が、このイデアのね、チャージで、日曜日にね、チャージしていただければ、取れるっていう風になりますんで、ANA マイルをね、あの、効率的に貯めたいっていう方は、ま、1.05なんでね、さっきの ANA カードとね、そんなに変わんないんですけども、まあ、こちらはね、 これですね。ここの時に t カードプライムで2500円チャージしていただくのも、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあこういった感じでね、利用していただければな、なんていうふうに思います。まあこのイディアですね、本当にね、私はもう使う日はね、来ないんじゃないかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、えー、外貨決済手数料ね、無料で利用することができるっていうふうになりますし、またね、ちょっとこれね、レボリュートとはね、ちょっと弱い部分がございまして、こちらね、プリペイドカードっていうふうになるんですよね。で、このレボリュート っていうのはプリペなんですけども、このレボリュートはですね、結構いろんなところで使えたいりするんですよね。携帯料金とかね、普通プリペってダメだったりするんですけども、レボリュートね、行けたりしちゃうんですよね。ですので、このイディアだとですね、ダメな部分がございますんで、そこだけね、ちょっと見ていきたいなぁなんていう風うに思います。ではね、それがこちらになるわけなんですけども、一部の公共料金、携帯料金、定額。 料金等のリカーリング取引インターネットプロバイダー料金保険料衛生放送宿泊施設ガソスタ飛行機の機内販売高速道路料金一部交通一部の交通機関一部のタクシー FX などの金融商品ギフトカードとオンラインカジノということで、まあ、こういったところではですねイデアね利用することができないっていうふうになりますのでまあね海外で利用するって考えた時にね、まあ、一番来るのはまあ宿泊施設切るかな。 っていうところなんですけども、まあね、一応宿泊施設も入っておりますんで、プリペってね、ホテルで利用できないっていうふうになっておりますんで、まあこのね、使えないところがあるよっていうところはね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、こちらですね、あの、紹介しておりませんでしたけどもえ、海外でも使えますかということで、イディアはビザの加盟店、海外でもご利用いただけます。国内外問わず、イディアを利用できない店舗もございますということで、またね、海外事務手数料ということで、こちらはまあ外貨決済手数料、 料に値するわけなんですけども、イデアでは今後変更になる可能性はございますが、現在のところ海外において事務手数料をいただいておりませんというふうになっておりますので、外貨決済手数料はねかからないっていうふうになるわけなんですけども、まあ、今後に変更になるかもしれませんので、ね、まあこの点は覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、久しぶりにねこの イデアがですね、私のね、動画に登場したわけなんですけども、まあ、今回の動画を見てですね、外科決済手数料かかんないんだったら発行したいって思ってる方ね、いらっしゃると思うんですけども、こちらね、物理カード発行するのにお金かかるんですよね。で、900円もかかるということで、あの、入金とかにはね、お金かかんないんですけども、 発行手数料にお金かかるんですよね。まあ、IC チップとね、フリックマークとかもついてますんで、タッチ決済とかにもね、対応してるんですけども、残念ながらね、有料っていう風になっておりますんで、イデアはですね、こういったキャンペーンを定期的にやってるんですよね。こちら紹介キャンペーンなんですけども、紹介してされてね、入会すると、あの、発行手数料分のね、900円がね、残高としてもらえるキャンペーンがやってますんで、まあ、これがね、行われると、 実質無料でね、発行することができるっていう風になりますんで、まあ、おすすめはですね、このキャンペーンがまた再開、多分ね、これ定期的にやってますんで、またあると思うんですよね。 ですので、そのタイミングでね、発行していただくのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、今すぐ海外行くよっていう方はね、もう発行しちゃってもいいと思うんですけども、待てる方はですね、ちょっとね、待ってから発行していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。